日本海に浮かぶ隠岐諸島。ユネスコ世界ジオパークに認定されているこの島にはたくさんの不思議が詰まっています。まず最初の不思議は海辺の近くで見つけました。当たり前のように生えている植物たち、イタヤカエデです。ナゴランやバリバリの木、そしてダルマギクにチョウジガマズミ、地理的に異なる植物たちが混在している。植物学の常識ではありえない光景です。実はイタヤカエデは寒い北の植物、ナゴランは暑い南、ダルマギクは大陸系の植物だからです。さらに氷河期時代の生き残りの植物、白馬アサツキ、本州の高地にしか生えない大岩鏡も見つけました。高山植物たちがここでは海辺に生えている。なんだかとてもドキドキします。不思議な植物分布が見られる隠岐島後の海辺には露出した白い岩肌をよく見かけます。日本では珍しいアルカリ流紋岩の地層です。幾度となく流れ出たマグマが冷え固まって無数の層をなす火山島時代の痕跡。植物の生育に地質的なことも大きく関係しているのではないでしょうか。私が隠岐に来て見たかったものの一つがこの乳杉です。どうしてこの島の植物たちが混在して生育しているのか、その謎を紐解く鍵がこの杉たちにあります。島の中央山深くにひっそりと佇んできた樹齢800年の巨木の杉。岩倉神社の御神体として古くから人々の信仰の対象でした。さらに古い巨木、それが玉若住琴神社の八尾杉です。樹齢は推定千数百年、島一番の長老として大切に守られてきました。隠岐島後の杉の巨木たち、でもなぜここまで不思議な姿になったのでしょう。杉は日本固有の樹木、生育地によってその性質が大きく異なっているのが特徴です。日本海側に生息する杉たちを裏杉と呼びます。枝葉が密生し、葉はやや小ぶりで、小枝から盛んに次の枝を伸ばし、切り株からも芽を出すほど旺盛な生命力を持っています。日本海がもたらす大量の雪の重みにも耐え、枝が地面に触れると地を這い新しい株を出す。ここに
生き残りをかけた生命戦略がありました。ウラスギとともに杉は大きく3つのグループに分けられます。太平洋側の杉を表杉、幹が細く枝が水平に伸びるのに対し、九州の杉を屋久杉と称し、枝葉が太く背丈が低いのが特徴です。でも寒さに弱く亜寒帯の北海道では生息できない杉が幾度も訪れた氷河期を乗り切ってきたのはなぜでしょう。理由は2万年前の地球から推測できます。最終氷期の時代です。海面から蒸発した水は本来なら川となって海に戻ります。しかし気温の低下が水を氷や雪に変え陸地に留めたため、海面は次第に低下していきました。日本海でも遠浅であった沖諸島はやがて島根半島と陸続きになりました。杉たちは気温の低下に伴って寒く乾燥した本州内陸から暖かい土地へと避難を始めます。そして行き着いた先が陸続きとなった沖諸島だったのです。日本海に長く突き出た地続きの沖諸島、南から流れ込む暖かい対馬暖流のおかげで浦杉は逃げて生き延びることに成功したのでした。寒く乾燥した氷期にあってこの地は多様な植物たちの最適な避難地となりました。やがて最終氷期が終わりに近づくと気温は少しずつ上昇を始めました。浦杉もまたその後の温暖化に伴って再び日本海側に広がっていきます。こうして現在私たちが目にすることができる浦杉のルーツとなっていったのです。気温が上がるとともに再び海面が上昇、沖諸島も再び離島となります。そして氷河期時代の植物や亜高山帯の植物たちもまたそのまま取り残され生き残ることになりました。本来なら別々の気候帯で育ち別々の場所でしか見られない植物たちがこの閉ざされた島の中で共に生きる。沖の植物たちの謎は2万年前最終氷期の浦杉の逃避行と深く結びついていたのです。Thank you.
島の北端に位置するアルカリ流紋岩の白島海岸。その壁に湧き上がる霧の風景をよく見かけます。これにはやはり日本海が大きく関わっています。暖かい対馬暖流の上を渡る大陸からの冷たい北西風、海からの水分を大量に含んだその空気が島にたどり着き、切り立つ崖に当たると大量の水蒸気が湧き上がり、霧は生まれます。隠岐の多種多様な植物を育み守ってきたのは、この霧が島を覆い恵みをもたらしてきたからかもしれません。そして霧をもたらすこの深い群青色の日本海のおかげなのかもしれません。霧が、雨が、隠岐の風景を、隠岐の植物たちを潤していきます。隠岐にしかないこの不思議な風景が私はたまらなく大好きです。本来同じ場所に育つことがありえない植物たちが共に生きている、この自然の中を今私は歩いている。日本海に浮かぶ隠岐諸島、知れば知るほど謎が深まる植物たちの不思議な営みが今も息づく巨木の島。植物の生態の概念を変えてしまいかねないこの島には、私たちの常識を超えた地球の力が未だ働き続けています。日本海が生んだ隠岐の島々は生きた自然の博物館です。